すいません、期日前投票も始まっています。皆さん、今度の選挙負けられない選挙です。どうか一緒に頑張っていきましょう。今辺野古、沖縄、まさに辺野古の新基地建設は中止になっています。名護市の皆さん、この中止を永久的な中止、チュラオ新基地はいりません。もし恒久的な基地ができたら、この名護市も沖縄も一変をしてしまいます。皆さん、今度の選挙、伊波さんが勝たなければなりません。私、福島みずほ、予算委員会やさまざまな場で総理とやり合ってきました。沖縄の民意を聞けと、沖縄の声を聞けと、国会で質問をし続けて、沖縄で、国会で沖縄の声を聞けとずっと質問をし続けてきました。沖縄は勝たなければなりません。辺野古の新基地建設反対、伊波洋一が勝たなければなりません。沖縄の心を理解せず、沖縄を裏切る人を沖縄の代表と認めてはなりません。伊波洋一、勝たせてください。私、福島みずほ、鳩山政権の時、沖縄辺野古の新基地建設の閣議決定に署名を拒否して大臣を罷免になりました。直後の記者会見のこと、本当によく覚えています。社民党は沖縄を裏切りません。これから辺野古の新基地建設阻止のために全力を挙げます、そう言いました。その後アメリカにも行ったり、そして今は女川知事、オール沖縄の皆さんたちと、まさにまさに名護市の皆さんたちと力を合わせ、沖縄新基地建設反対、そのことを全力でやっています。防衛省や海上保安庁、本当に米軍もひどいです。議員会館でたくさんの市民の皆さんと、こんな警備おかしい、こんなのおかしい、何度も何度も、まあ行政交渉をしてきました。あらん限りの力を振り絞って、あらん限りの力を振り絞って、名護市の皆さん、頑張る名護市の皆さんにと連携し、国会の中で戦い続けさせてください。どうかよろ、ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん、安倍総理、何やりたい人でしょうか。私、福島みずほは思います。一つだけやりたいことがある。何か、憲法改悪です。おじいちゃんがやれなかった唯一のこと、憲法変えようとしています。緊急事態宣言条項がもし出されれば、改悪されれば、そうすれば立法権も財政支出権も内閣が持ちます。驚くべきことに、地方公共団体の長に内閣総理大臣が指示ができます。皆さん、緊急事態宣言条項、憲法に改正して入れるべきだ、菅官房長官が言いました。でも沖縄の皆さん、女川知事に総理大臣からの指示など出させてはならないと思いますが、皆さんどうでしょうか。緊急事態宣言条項反対です。そして自民党日本国憲法改正草案、まさに自衛隊は国防軍となり、世界中で戦争ができる、国会の事前承認も要件ではありません。まさに国防軍が直ちに世界中の戦場に行く、そのことで憲法違反という概念はなくなります。もし沖縄辺野古に新基地ができ、そして憲法が改悪をされたら、この名護が、沖縄がどれだけのリスクと、どれだけ大変なことになるでしょうか。沖縄の皆さん、子どもたちの未来に戦争はいりません。私たちが次世代に何を引き継ごうとしているんでしょうか。戦争でしょうか、平和でしょうか、戦争でしょうか、希望でしょうか。
私は次世代に沖縄の子どもたちに日本の子どもたちに引き継がせたいものは平和であり希望です。そして美ら海も美ら海も守っていかなければなりません。今度の参議院選挙、女川県政を支え、そしてどんなことがあっても伊波洋一勝たせてください。沖縄を裏切る人を国会に送らないでください。沖縄を裏切る人は沖縄のことを考えていません。どうか選挙区伊波洋一、そして私福島みずほ、全国比例区で福島みずほと書いてもらう選挙をやっています。沖縄の皆さん、福島みずほと書いて私もぜひ国会に送ってください。私福島みずほ、どんなことがあっても国会に戻り戦い続けたい、そう思っています。厳しい選挙です。安倍総理の天敵福島みずほ、憲法が変えられるかもしれない国会、変えさせないために頑張りたい、そう思っています。オール沖縄伊波洋一を勝たせましょう。そして福島みずほ、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、福島みずほさんを国会へまた送りましょう。なのでは送っていきましょう。比例区には福島みずほ、みずほのおかげになってください。そしてみずほさんと共に頑張る伊波洋一をみんなの力で国会に送りましょう。南根市長を常に支え、小長知事を常に支えて国会で頑張りました。頑張っています。福島みずほにもう一度激励の拍手をお願いします。それでは次に、庶民党の北部の代表であります名護市議の河野淳二に推薦の挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆さん暑い中本当にありがとうございます。私の発言はどうでもいいです。違う、適宜伝えますので、福島みずほ時間がありませんので、私の発言中に拍手をぜひやってください。パワーを持ってください。パワーを与えてください。お願い申し上げます。それは